周囲に迷惑と不幸を振りまき、何一つ成し遂げぬ者に、誰も救わぬ者に生きる価値などない。その時、唐突にあるアイデアが浮かんだ。馬鹿げたアイデアだ。でも頭から離れない。もし僕がここにいる乗客を、彼らを救い、無事家に帰せたら、僕は生きていてもいいってことにならないだろうか。